こんにちは、ミートラボ講師の加奈ヤです。今回は数学アーチャート講座の第十四回、えっと十四例題の百十番をやっていきます。問題は次の不等式を解け。ただし、a は定数とする。括弧 1x の二乗たす2引く a かける x 引く 2a なりイコールゼロで、括弧には ax の二乗小なりイコール ax です。 でまあ、基本的な解き方としてまず二次不等式っていうのは因数分解を使って、まあ、x の範囲を求めるか、まあ、解の公式を使ってそれを用いて因数分解するかっていう二通りの考え方がありますが、まあ、まず括弧1括弧1はこの x の二乗多数 2−ax−2a っていうのは 2> <laughs> x 2る x − a というふうに因数分解ができるのでこのス2と a で a の大小関係にも基づいて場合分けをする必要があります。まず a 小なりマイナス2のとき、y イコール x 二乗足す2引く ax 引く 2a っていうのはどういうグラフになるかっていうと、こういうグラフになるので、小なりイコールゼロの範囲を見てみると。 マイナス、A、あ、マイナス、A、じゃなくて。えっと、A, A 小なりイコール、X ッ小なりイコール。マイナス二が解になります。次に、A イコールマイナス二の時を考えてみると。A イコールマイナス二の時。ワイイコールこれ。 のグラフはどうなるかっていうとここが a でマイナス2 a ス2のここが x 軸で接するこういうふうなグラフになるので小なりイコール0の範囲はっていうとこの一点だけなので解としては x イコールマイナス2になります。 次に3番目のパターンとして a 代なりス2の時はグラフはどうなるかっていうと形は1個目のパターンと一緒ですがス2がこっちで a がこっちになるのでグラフから小なりイコール =0 の範囲っていうのはこの部分。 になるのでマイナス2小なりイコール x 小なりイコール a となりますこれが括弧コ1の答えこの場合はこれこの場合はこれこの場合はこれというふうにここのマイナス2と a の代償で倍分けをしましょう 次に括弧には A. X. 二乗小なりイコール A. X. ですが。まずこれは移行して。A. X. 二乗引く A. X. 小なりイコールゼロ。定因数分解をすると。こうなります。ここから A. の。値によって倍合置きする必要が出てきます。 まず a 大なり0の時っていうのはこの両辺を a で割ることができてそして割った後も符号が変わらないのでこうなります。なので解は小小なりイコール X 小なりりイイココーールル X で a イコール0の時は この不等式どうなるかっていうと0小なりイコール0これは0大なり0または0イコール0のどちらかが成り立つという意味なのでこの場合0イコール0っていうのが成り立っているのでどのような x に対してもこの式が成り立つなので解は すべての実数になります。で、最後三つ目のパターンとして a 小なりゼロのときこのときっていうのは無料辺を a で割ることができて x のあ a のっとイコール0なのでで割った結果 x かける x ひく1でここで符号が入れ替わって えなりイコールゼロになります。で、この不等式を解くと。x 小なりイコールゼロ。または。一小なりイコール x。これが a 小なりゼロのときの解になります。括弧一も括弧二も。 まあ不等式の中で重要な値。に基づいてまあ、重要な値のま大きさに基づいて場合分けしなきゃいけないという問題でした。これで今回の解説を終わります。ありがとうございました。